国鉄総150系貨車は、かつて、日本国有鉄道に在籍した、事故救援用お店をへ車である。鉄道車両の脱線事故や、転覆事故の復旧に使用された。回転式、キャブとクレーンを装備している。また、クレーンのブームを収めるための控え者である長物車を、伴っている。本校では、総150系の改良型である、総160型についても記述する。 層百五十型は1957年から1958年にかけて国鉄浜松工場で産業が製造された。ミサオ獣舎の中でも中型に分類され、扱い荷重は最大で25トンとなっている。全級層百系の扱い荷重15トンは貨車を釣り上げるのに十分な能力として設定されたものであったが、現実には積車状態の貨車を扱うことが多く、 能力不足が目立っていた。そこで、素100型をベースに、扱い荷重の増大を図ったのが、素150系である。外観構造ともに、素100型に準じているが、扱い荷重の増大に伴って、クレーンのブームが、トラス構造から、より強固なビーム構造に変更された。ブームの長さも素100型と同じ15.8メートルである。台車は、 板台枠式の二軸ボギー台車を2機装備した。両台車に各1個の電動機が装備され、低速ながら自走することができた。作業時に使用するアウトリガーやレールクランプの構造は変わらない。また、ブレーキ装置は自社用のみの設備で、改装時に使用する貫通ブレーキは装備されていない。国鉄素1 6 0系 ソ161岩木貨物駅1987年に1月18日ソ160型は1959年にソ150系の改良型として2両が国鉄浜松工場で製造された。ソ150型は扱い荷重を増大したもののブームの業風が小さい時の扱い可能重量が十分とは言えなかった。そのためソ160型では ブーム長を2メートル短くして、取り回しを改良している。小型、中型のミサオ従者は、価格の低減により、その普及に貢献したが、能力も、価格なりであり、以後の増備は大型に戻った。両形式とも1987年4月の国鉄分割民営化までに、全社が廃車された。1980年時点の常備駅は、次の通りである。ありがとうございます。